桜大戦5、年間追加のプレイしていきましょう。めちゃくちゃいるじゃないか。いや、これは無理なんじゃないか。いけるこれ。ゴーなんだけどさ。さあ行きましょう。僕たちの手でシアターを守るんです。守りますけども、結構無茶じゃない？めちゃくちゃいるよ。なんて数だ。いや見てください、大型の爆弾を持った不燃機までいますよ。あの上にグッて持ってるやつか。あそこ見て、爆弾悪燃機を転送してる装置があるわ。転送装置は全部で4つ。すべて破壊しないとシアターを守れないところか。攻めと守り、部隊の分け方が重要になる。シアターの無事はあなたたちにかかっています。健闘を祈るわ。エッサー、ニューヨーク歌劇団、レディーゴー。いや、いいけどさ。どうしよう。とりあえず、あの4箇所ってことか。ざっと先に減らした方がいいのかな。うわマジか、当たるんだ。やっべ、爆弾を持った悪燃機が爆発した。大河君大丈夫？なんて悪燃機なの？触れただけで爆発するなんて。悪燃機を持っている爆弾には絶対にスターをぶつけないように慎重に移動するのよ。先に言え先に。エサ注意して行動します。もうめっちゃ減ったわ、びっくりしたわ。どうしようかな。これでいく。よし。お、強っ。ジェミニが強いだけか。これが星組の力だと。らしいね。これで、カバウを、せっかくだしな。ジェミニだな。で、これで、終了。そうそう、転送してくんのか。じゃあこっちで、そうだな、戦いつつ行くしかないんだけどな。こう行くか。いや、ちょっと節約していこう。爆発はしないか。グッジョブ。グッジョブ。どうしようかな、あと。通常攻撃でどれぐらい減らせるかな。あ、こんなもんかっていうか、当たるなこれ。でもまあ川があるから。スバルは思った。ポーズ見てるの可愛いね。とりあえず移動しよう。エリード。とりあえずサクッと倒せるとこは倒しときたいんだけど。よし。もうちょっと全体上げれたかな。オッケー。あと3つ。これで防御できないもんな。とりあえず一旦ちょいっとこういうショット。よし、連携で、誰と連携しようかな。遠いな。連携しようかな。危な、当たりかけた。これで。よしよし。
で、ここで防御しとくか。さあ、資料。どうしようかな。理科行かせてもいいけど、理科行かせるか。エリード。守りを3人にしてでもいいし。OK、届くな。OK、破壊完了。あと2つか。シアター守るよ。これで終了して、次サジー。ちょっと待って、結構早い。ちょっと待って、結構ガンガン来るな。スター避けてくんだ。あー、どうしよう。ニューヨークの。これでどうだ。こん5個じゃなくてもいいぐらいか。うーん、どうしよう。どっちみち向こう行けないな。向こうは任せるか。任せるしかないよな。ゼミもどうせそんなに、あ、ゼロか。そうだ、ゼロだ。よし、とりあえずあれかな。ジェミニにエリア移動してぶっ壊してもらってあと1個にするしかないかな。ちょっと待って、結構食らってるから。地味に痛いな。リカが帰ってきたらさっきのとこもいけるかな。微妙だな。よし、どうしようかな。移動し、エリア移動して、あー、誰呼ぼうか。ヘルプミーで、あー、誰だろう。攻撃、理科いけるかな。サジータの方がいいかな。サジータ、ここでジェミに呼ぶのは微妙だもんな。届かないか、届かないか。一発でもいい。ああ、終了。よし、とりあえずサクッと行きたいね。こっちか。 OK で、エリア移動。必殺はいけなくても通常攻撃でもジェミニだったらいけるよね。いけないか。必殺いける。 OK、 よしよし。で、あと1個と防御壁ってな、一回も当たってないけどな、防御壁。よし、この辺ザコ倒してく。 OK、 あれ、まだ残ってた。よし、これにて。ほい、残るんだよね。あ、やばいやばい、これは大丈夫か。まだギリギリセーフか。これはまあいけるかな。いけるとは思うんだけど、とりあえず攻撃だけはしとくか。連携できないもんね。
です。よし、オッケー。まあ、意外と弱いのかこれ。タイガ、向こうのやつはもう手のつけようがないけどな。あ、これで終わりかな。よし、これか。オッケー、これで終わりかな。いけたよね、多分ね。よし、敵を全部撃破した。シアタの被害も最小限に抑えられたな。勝った。ゼロだったよね。勝てたよ、僕たち。雑魚相手だからね。シンジローがいるだけで僕たちの力がこんなにも強くなるなんて。よし、久々にあれをやるか。全然片付いてないけど大丈夫？勝利のポーズだな。やるか、やるのか。それじゃあタイガさんを真ん中にして。そうだな、準備はいいか。せーの、勝利のポーズ決め。真ん中って言うのこれ。まあ真ん中だけどさ。ポーズ。これなら五輪マンダラに頼らなくても信長に勝てる。待ってるよ信長、貴様の思うようには絶対させないからな。だといいんだけどな。なんだ。ついに五輪の戦士が揃ったというわけか。だがこのわしに勝てるものか。来たれ我が第六天よ、その憎しみを解き放て。この国を喰らい尽くすのだ。規模が違いすぎるだろう。無理だって。僕は諦めない。たとえ何があろうとも。これパートナーっていうか。希望の星はヒロインによって変わるの。ニューヨークにこそ輝く。何次回、摩天楼は桜色。さらば、愛しき人よ。摩天楼にバキュン。8話で終わりなのか。早いな。はい、ということでご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。最終決戦やっていこう。